エピカリスは、日本の競争馬である。2016年北海道2歳優秀優勝馬場名はギリシア語で、魅力的なという意味。父ゴールドアリュールからの連想。半兄に、小倉記念、七端賞優勝馬の名称ナルトがいる。2014年のセレクトセールで、ノーザンファームに2600万円で落札された。クラブ法人キャロットファームの募集馬となり、 一口9万円の400口、総額3600万円で募集された。2016年8月14日新潟の2歳新馬でデビュー。スタートから先手を奪い、2着に6馬審査をつけて勝利。続く、プラタナス賞も7馬審査で圧勝すると、北海道2歳優春では2着東ウィル流ンに2.4秒差をつけて大差で勝利した。 2月のヒアシンスステークスから始動。逃げたアディラートを残り100メートルの地点でかわすと、そのまま勝利、4連勝となった。自走はドバイへ遠征し、UAE ダービーへ出走。サンダースノートの接戦の末2着に敗れ、デビューからの連勝は4でストップした。その後は、アメリカクラシック3冠最終戦、ベルモントステークスへの挑戦を表明。6月1日に、 現地へ入り調整されていたが、7日に、右前足のひずめを痛め、10日に、右前肢作行のため出走取り消しが発表された。帰国初戦はレパードステークスへ出走。単勝1.5倍の一番人気に支持されたが、最後の直線で束に囲まれ、行き場を失い、三着に敗れた。秋に入り、宮古ステークスでも一番人気に押されたが八着に、終わり、この年を終えた。 2018年は、マーチステークスで指導したが14着と大敗。その後、同年5月9日付で、JRA 競争馬登録を抹消し、大井、藤田照信旧社に移籍した。大井競売移籍後は勝ち星を挙げられず、2019年11月13日の紅葉賞を、右前浅く県営のため出走取り消しとなり、現役を引退した。引退後は、 レックススタッドで、種ボバとなる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。地方競馬データ情報、競馬 5JP2019 年11月19日閲覧、2017ドバイワールドカップで趣向競争登録要項、ジャパンスタッドブックインターナショナル、2017年8月2日閲覧、AB エピカリス、 キャロットクラブ。2017年8月2日閲覧。セレクトセール2014セール結果。日本競争馬協会。2017年8月2日閲覧。POG、エピカリス独断上の6場審査勝利。NETKEIBA.com。2017年8月2日閲覧。エピカリスが7場審査 V デビュー戦に続き圧勝。プラタナス賞。 netkeiba.com 2017年8月2日閲覧。単勝1.0倍のエピカリスが大差がチムキズ3連勝。北海道2歳優秀。門別。netkeiba.com 2017年8月2日閲覧。ヒアシンス S ス、エピカリスムキズの4連勝。ケーダービー挑戦権獲得。スポーツ日本。 2017年8月2日閲覧。エピカリス、UAE ダービー挑戦。ラニに続き日本馬連覇なるか。スポーツ日本。2017年8月2日閲覧。UAE ダービー、エピカリス、惜しい2着。世界制圧まで、あと一歩。スポーツ日本。2017年8月2日閲覧。エピカリス、米、ベルモント S 参戦、ローテと、 距離考慮して、スポーツ日本、2017年8月2日閲つらん、ベルモント S、エピカリス現地に到着出発遅延は、むしろ良かった。スポーツ日本、2017年8月2日閲つらん、ベルモント S、エピカリス未偽前死波行のため出走取り消し、スポーツ日本、2017年8月2日閲つらん、レパード S、エピカリス3着、 直線で囲まれまさかの敗戦。スポーツ日本。2017年8月12日閲覧。地方競馬データ情報。競馬 5JP。2018年5月25日閲覧。エピカリス号が競争場登録抹消日本中央競馬会。2018年5月10日閲覧。地方競馬。エピカリスが右前浅く県園で引退 UAE ダービーで。 サンダースノーの2着、netkeiba.com2019 年11月19日閲覧。エピカリス、netkeiba.com ネッ Net トドリーマーズ CO、Limited、リミテッド2019年6月19日閲覧。ありがとうございます。